名前からお願いします。はい、ソータと申します。本名川島ソータと言って、値段じゃない年齢とかですかね。年齢は21歳になりました。ガンミとしての役割、役割はディレクターという職割をやってまして、職割、職役、職役職でなんか、まあなんかリーダーは一応ユータなんですけど、なんか普通のなんだろうな、あんまり日本では日本のダンスチームとかであんまり聞かない名前だとは思うんですけど、なんかやっぱり一人でやることとか、やっぱリーダーが一人で引っ張るっていうのもすごい大事なんですけど、やっぱみんなでとか何人かで引っ張るっていうチームにしたいねって最初になった時に、じゃあディレクターっていう役割はみたいな感じでなって、ディレクターっていう職割だって役割でやってます長所はでもなんだろう、やっぱでもこの集団の中にいて思うのは行動力かなって思います。多分なんかダンス面でも生活面でも結構そこが一番なんじゃないかなって思ってます。なんか自分の中で大事にしてるものが、短所いっぱいありますね。なくし物が多い、朝苦手とか、とにかくなくし物が多くてだらしなかったりしますね。お家もそんなとこだと思う好きな女性のタイプは結構前までそんななかったんですけどちょっと待ってください、ちょっと下ネタみたいなことしか出てこないなんか芸能人とかだったら好きな人いや、ちょっとこれもでもなこれオフィシャル的に言えるものか分かんないですけど、いや、なんて言えばいいんだろう、いや、ちょっと待ってください芸能人か尊敬している人いっぱいいます、まあ、もちろんメンバーもそうだし、特にで言うとあのヒゲさんって、まあ、俺の先生いるんですけど、あのやっぱすごいなと思います。なんか生徒だったんですけど、なんかもう俺から離れていけみたいな、別にレッスン行ってとかじゃなくて、なんか俺から離れてもっとこういうことをやれってやっぱ最初に言ってくれたのがヒゲさんなので、その一言があってとか、あの時があって今があるなって今でも思いますね。どんなグループというか、自分のまあダンス感とか生活とか人生観の中でやっぱりその漫画的な要素ってあるじゃないですか。中二病とか、やっぱこの人はこれができて、この人はこれができてっていう、このチーム感っていうのがやっぱすごい自分好きだなと思ってて、それぞれの得意なものを生かして、でもなんか別に完璧な人ばかり集まったわけでもなくてっていうのと、あとは自分男子校出身で、やっぱ本当男子校ってバカなんですよ。自分中学高校男子校なので、本当に普通の人では考えられないようなことが6年間あったわけですよ、いっぱいっていう中で、なんか自分が社会に出るって中で、なんかそのダンス業界の中でその男子校のクラスみたいなのがあるっていうのがすごいやっぱ楽しいし、いろんななんか、まあ、とにかく楽しいですね。それに尽きるんじゃないかなと思います。メンバーの中でちょっとあのむっつりというかスケベ、あーやっぱそれはマー君が一番だと思いますねなんかどういうところとか、あ、なんかすごい真面目なんですよ。自分たち結構真面目なやつは少ないんですけど、真面目で、まあなんかカメラもやってるんですけど、今もうそこのむっつりなところを引き出そうと常に、まあむっつりなんですよ別になんかやっぱり真面目でいい人キャラになってるところをやっぱぶち壊したいなと思って今行ってみました自分たちはやっぱり、まあ、ダンサーっていう職業なので、自分たちのダンスを見せてお客さんを盛り上がらせてとか、お客さんを感動させてとか、お客さんを笑わせてとか、そういうのが自分たちの職業だと思って、まあでもだったら自分たちでこういうステージをやるしかないと思って企画したのが今回初めての東京ガミサイトなので、
まあ、ボリューム0ということで無料にしてるんですけど、まあ、もちろんこれからの自分たちの活動の柱になる一番最初のところなので、もう何が起こるかわからないし、もう何も知らないことだらけで今もう必死に頑張ってるんですけど、っていう中でその自分たちが作り上げたものを見ていただければと思うんですが、あと一つはでもあのシアターとかじゃなくてライブっていう名前にしてあるので、なんかそこはやっぱり自分たちの課題でもあるし、まあ、普通に見るだけではないというか、まあ、そのお客さんを感情移入させてとかこそのライブっていう名前だと思うんで、なんかそこにもっとフォーカスを置いて自分たちも頑張るので、なんかライブっていうことを意識して皆さんも楽しんでもらえたらなと思って。